はい、皆さんこんにちは、マリオです。はい、今日はですね、プレステ4つのルールとアイデアの定義を使ってビジネスを作ってみようという、ね、講義をします。はい、まあ、分かりやすいのは、皆さんホットドッグ知ってますか？ホットドッグ、はい、ホットドッグ、はい、ホットドッグって、何でできてるのかっていう と、パンとソーセージですよね。パンとソーセージですよね。まあたまにここに、キャベツ、はい、まあ、あとは、まあ、調味料ですよね、まあ、調味料というか、ケチャップ、ケチャップだったり、なんかからしとかも入ったりとかね、してるわけなんですけど、このホットドッグを構成しているもの、まあ、これも分解したわけですよね。うん、ホットドッグ、まずホットドッグって何って理解です。はい、ホットドッグってどういうものなのか、はい、そしてこれをですね分解します。はい、1,2、はい、そして今度ですね、まあ、新しいビジネスを作る、はい、アイデアの定義、まあ、まさに、今このホットドッグっていうのが既存のものになるわけですよね。はい、既存のもの、はい、でアイデアの定義ですから、この既存のものにまたさらに既存のもの、はい、何か違うものを組み合わせるわけです、はい、ここに何を組み合わせるのか、はい、これですね、皆さんの地域でお住まいの名産品です。名産品だったりね、なんか特産品って言われてるものだったり、なんかその地域で取れるものは別に何でもいいんですよ、うん、を組み合わせると、新しいビジネスになります。はい。ちょっとここ出してみますか。ブレストしてみますか。はい。なんか出してみますか。はい。ね、まだ今回四国にお邪魔してないんですけど、僕がですね、2年ぐらい前ですかね、徳島に行った時にですね、徳島のサービスエリアで、ちくわドッグっていうのがありました。ちくわドッグ。ちくわドッグ。ちくわドッグ、ちくわドッグも想像してほしいんですけど、ちくわドッグってこのホットドッグにですね、徳島のなんか名産の一つにちくわがあるんですよね。ちくわ、ちくわ、はい、ちくわって穴が開いてるじゃないですか。これちくわです。ちくわ、はい、でこれソーセージですよね。で普通はパンにこのソーセージっていう状態なのが、このパンのところにまずソーセージ、穴が開いてるソーセージ、あ、ごめんなさい、ちくわですよね。ちくわを乗っけて、ちくわの中にこのソーセージを入れるんですね。で、周りにキャベツがあって、醤油かけてくるんですよ。ちくわドッグ。結構歯ごたえがさ、あ、ちくわだ、あ、次ソーセージが来たみたいな感じでですね、ボリューム満点なちくわドッグっていうのがあったんですけど、なんかないですか？別にこのホットドッグ、ソーセージだったり、キャベツとかですね、この調味料も別に、ケチャップからしただけじゃなくて、先ほど言いましたけど醤油って、あ、別にソースでも何でもいいんですよ。いや、マリオさん、カツバーガーでもいいんですか？いや、全然いいですよ。このソーセージをこれ、分解した時にはですね、次置き換えっていうテクニックがあります。置き換え、ごめんなさい、ここに書こう、ごめんなさい。分解をすると、今度次何、再構築する前に、実は置き換えっていうテクニックがあって、で、まあ、最終的にね、ここで、丸さん再構築、書けねえな、はい、丸さん再構築をしていくわけなんですけど、ちょっと反射してて見えなかったりする、ごめん、見えないな、うん、例えばさ、ここの今ソーセージを置き換えしてみようか。じゃあ豚肉、豚肉、日本全国ね、各都道府県どこにでもブランドの豚とか鶏とか牛いますよ。今日埼玉にいたんですけど、香る豚っていうのが出会いましたね。で、あと青森では、ポークジンジャー、ポークジンジャーでしたっけ。まあ、いろんな豚がいますよね。山形行った時には山、比内地鶏って有名なこと、鶏がブランドあるじゃないですか。例えばじゃあこれをパンとその豚肉をね、その、まあ、とんかつみたいにして揚げたやつを挟むとですね、今度はとんかつバーガーになるわけですよね。ここにその地域のなんかブランド豚、はい、
はなんか、まあ、まあ分かりやすいととんかつバーガーみたいになるわけですよね。丸々地域のなんとかバーガーとか書いてもいいですよ、うん、例えば比内、カウル豚バーガーとかですね。なんでもいいですよそれは、まあ、ネーミングはねまたちょっとかあの考えましょうね。ネーミングもまたブレインストーミング、はい、批判、ネガティブな質問禁止、突飛な仮説大歓迎、相乗り OK、質より量、まあ、スピードですよね、あとね、うん、で突飛な仮説というのは何かというと、あのできるできないとか、すでにあるとかないとか関係ないです。現実的なのか、のとか非現実とか、道徳的だとか非道徳的とか、もう関係ないわけ、もう何でもいいわけで、おまけにアイデアの定義なんで、別に2つだけじゃなくて、もっともっといろんなものを組み合わせてもらったって別にいいですよ。あのブランドの牛、豚、鳥がいるって言うんだったら、もう全部入れちゃっていいですよ、これ。ここにブランドの、牛、豚さん、鳥さん、全部入れて、なんかもうここにですね、ミックスバーガーみたいな感じにしちゃってもいいし、なんか何々贅沢バーガーとかにしちゃってもいいわけですよね。で、もっと言うんだったら、この機械、これ別にパンじゃなくていいですよ。あそこ、今、どこだっけ、マクドナルドとかロッテリアじゃなくて、モスバーガーだ、モスバーガー。はホライスになってるんじゃないですか。ライスに挟むものがパンじゃなくたっていいわけですよね。オニキラスみたいになっちゃっていいわけですよね。わかります。はい、まずビジネスは商品顧客販売方法ですから、皆さんの地域に来る観光客を相手にするとかね、まあ、別に地元の人向けに出してもいいんですけど、まあ、そのお客さんのプラスやマイナス、やっぱり僕もさ、せっかく観光地に行ったらさ、その観光地の美味しいものとか名産とか食べたいなと思ってるわけですよ。やっぱり駅前でそれ食べたいね、うん、で、あの駅前さ、結構空いてる店舗だったり軒先とかあるわけですよね、うん、やらないんじゃないと思うわけですよ、別に土日だけでも、うん、っていうとさ、なんかどうやったらいいんですかとか、保健所の許可とかいらないんですかとかっていう人がいるけど、そんなの学んで調べて聞けよっていうか、うん、それはやる質問なのか、やらないこと前提の質問なのか、どっちなんだって話なんですよね。うん、はい、まあ、アイデアの定義、既存のものと既存のものを組み合わせて生まれたものが、それは新しいアイデアなんだ、つまり新しいビジネスアイデアなんだ、はい、だ既存のもの、まず何か皆さん知っているもの、だ別にここあのラーメンでもいいですよ、ホットドッグじゃなくて、あの別にここラーメンでもいいですよ、ラーメンここラーメンでもいいですよ、ラーメン分解してもらって、置き換えしてもらって、皆さんのこの名産入れてもらったっていいですよ。どこでしたっけ、あさりラーメンというのがありましたけど、うん、家で作ってみて美味しかったら持ち込めばいいじゃないですか、ラーメン屋さんに、どっかの飲食店屋さんにこれやってくださいってっていうと、そんなことやって怒られないんですかとか、どこに持ち込んでいいか分かりませんとか、なんかまたいろいろやつがいるけど、そうやって やることが前提、やらないことが前提、どっち、うん、ってことなんですよね。何でもできるだろうっていう話なんですよ。で、これからこの時期はおでんになりますよね。おでん、皆さんおでん好きですか。僕結構おでん好きなんですけど、おでん何が一番好きですか。僕こんにゃくとちくわが好きです。あと卵も好きですね。意外とはんぺんとかも好きじゃないですよ。大根とかも、そんな話はさておき、はい、おでんってさ、地域によってやっぱりあの味付けがちょっと違うわけですよね。そのまあ出汁っていうやつとか、名古屋の場合だったら、まあ皆さんご存知の通り、味噌おでんってさ、あの味噌をつけて食べたりだとかするんですけど、あのこれから始まるおでんに皆さんのこれ別に入れたっていいじゃないですか。うまいかまずいか関係ないんですよ。わかります？味覚なんて人によってそれぞれ違うんだから、もっと言うとその地域に行って、その地域だからの体験をしたいわけですよ。いてせせ、ごめんなさい。大事なのは味じゃないんだっていう。まあ、これとね、またちょっと語弊がありますけど、うまいまずいっていうのは人の味覚だったり、環境経験によって違う、遺伝環境経験によって違いますので、はい、ちょっとこれおでんブレスでやってくださいよ。皆さんが言う地域で、なんか新しいおでんの具ないですか？既存のそのありものの具じゃなくて、何か新しいおでんの具。ちょっとブレストしてくださいよ。できるできない、なんかその美味しいまずいとか、いやそれって現実的じゃないよねとか、なんかそれって道徳的にどうなのとか、まあ、そういう話はさておきです。ブレストをするルールですからね、ダイヤの定義ですからね。でコメントください、どんどん。はい、
やっぱりさ、テイクアウトできるものっていうのはね、すごくいいですよ。実際になんかいただいたアイデアの中でいけそうなやつがあったら、うちでそのビジネス買い取りますよ。テイクアウトでね、出せるようなものっていうのをどん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 世の中に出していきたいですし、皆さんご存知かどうか分かりませんが、ケバブってありますよね。トルコ料理、世界三大料理の一つ、トルコ料理のケバブっていう。で、名古屋にはもう有名なケバブチェーンがあってですね、僕も何年か前にケバブと出会ってから虜になってですね、で、外国人と、その外国人と仲良くなってですね、いろいろ聞いたんですけど、やっぱり未だにケバブがある地域とない地域がある。もっと言うとケバブを知らない人は知らないし、知ってたとしても食べたことがない人もいるし、食べたことがあってでも自分の地域にないと思ってる人もいるわけですよね。で、別にすでにあるものを時空間を変えてやったっていいわけですよ。ケバブ、場合によったらね、ケバブも肉の種類いっぱいあるんですよ。牛とか羊とかですね、鶏とかですね、豚もあります。でミックスっていうのもありますよ。だから別にすごい贅沢なね、皆さんのところのブランドに合わせてやればいいじゃないですか。わかります。で、いやいや、マグロさんだからそんな簡単に言うんでしょって、お金がないし時間がないしみたいな、自信がないしみたいなことなしにしろね、今俺が話してる話なんてそんなに金かかんないだろっていう、いやそんなになんか時間かかるみたいな、こうやって自信があるとかないとか、それ初めてやることだから不安で恐怖かもしれないけど、じゃあ一緒にやろうよどう価値かけるレバレッジでさ、そんな仲間がいたらいいんじゃないの。皆さんの周りにそういう仲間がいないだけでしょ。いるんだったらね、こんなことガンガンやるよね。という、話でしたね。はい、ちょっとペンが薄かったりさ、ちょっと光の反射、ごめんね、考えずに書いてしまいましたが、はい、今日お伝えたかったのは、まずブレス4つのルールとアイデアの定義ですよね。それだけでまず商品を作るっていうね。あとは仮説ですから、これはね、ビジネスにするんだったら商品顧客販売方法を設計図に書いて、なおかつ LTV とかね、PL、実際これ、PL もシミュレーションで出してみなきゃいけないですけど、そんな LTV とかも PL とかなくてもさ、とりあえずやってみてさ、なんか地域のお祭りでもなんかフリーマーケットでもいいじゃないですか。どこお店やってるところの軒先でもいいじゃないですか。一部メニューでもいいじゃないですか。実は僕やってるからね。クライアントのお店に対して僕が全国回って、なんで僕がそのメニュー写真撮ったり料理写真撮ったり看板写真撮ったりしてるのかっていうと、僕がメニュー考えてるからですよ。実際僕料理できないですよ、しないですよ全く。1年間全部外食ですからうまいんだよ本当。あれも小学校の時家庭科4だったんだから、千切りだってシュッシュッシュとか皮むきなんかさせたらすっげえうまいんだよ。鍋だってフィ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 とかやっちゃうんだよごめんちょっと嘘だけど、僕がね、そのアイデアと写真だったり、メニューで価格が分かれば、彼らプロの料理人の子たちは、ああこれこうだよね、こうだよね、こうだよねって分かりますんで、これってどんな味だったのとか、盛り付けはね、写真だったりね、動画だったり見てもらえば分かるんです。それは分かりますよね。彼らはプロですから。僕はもちろんだけど、その分野において。でも僕が仮説アイデアを持ち込むことで、そこの、お店のメニューが増えるわけですよね。で、これはね、どこだっけな、水戸で出会ったんで、茨城か、水戸で出会ったやっぱりコンセプトでもね、すごい卓越したコンセプトのお店があって、そんな話もひっくるめてね年末までにまだ、ビジネス系の合宿 やってますんで、やりますんで、ぜひですね、この僕の動画見て、これ面白かったなとか、こういうことやりたかったんだよとかって、別に料理をね、もっと言うと、テイクアウトできる料理をやろうって話じゃないよ。ビジネスの作り方の例え話をしただけなので、どんなジャンル、どんな業種でも OK なんだけど、こんなことをやってみたかったんだよっていうか、自分で何かやってみたかったんだよっていうね、何か始めたかったんだよっていう人はですね、ぜひ来てください。はい、ということで、今日は、群馬の高崎、はい、から、お送りしました。そろそろね、ちょっとセミナーの準備をしなきゃいけないんで、これにて失礼します。それではまた。シュク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 